はい、皆様、愛知県民のラーメン屋さんといったらここじゃないでしょうか。藤山5号でございます。麺の極みって書いてあるほど、なんとここの麺めっちゃコシとツヤが半端ないんですよね。でそしてね、メニューがめちゃくちゃ豊富なんですよ。うん、さっき見た通り、これでは台湾まずそば、そしてここもメニューが豊富、早すぎて見えない、そして二郎系ラーメン、富士山級の大きさのもの、そして今回食べるのがこのね、西尾二郎レッドに挑戦してみたいと思います。もうね、ビジュアルだけで頼んじゃった。そしてね、これ楽しみ方とかあるんですけど、なんとね、追い飯がめちゃくちゃいいんですよね。雑炊もつけるし、なんとね、ラーメンにも雑炊をね、これ無料で入れれるっていうの、どんだけサービス精神旺盛だって。もうね、出ちゃった、これやばくないですか。西尾二郎レッド半端ないですね、このね、ビジュアル。そしてね、このスープをご覧ください。うわー、これ食べれるかなっていう感じのね、スープじゃないでしょうか。どう、皆さんいけます？これパッと見これ無理ですよね。そして麺リフト一瞬ですよ、見てください。うわうわしか言えてないけどね、この麺がね、めちゃくちゃうまいんですよ。もうぜひね、このうまさはね、この藤山55のこの麺のコシは、なんか他の店では再現できないようなね、その歯ごたえというか、もうツルツルな感じが、まあ食べりゃわかるんですけど、まあそれが伝わってくるんですよ。ぜひね、皆さんね、愛知県に来たら、あの台湾まずそばっていろんなお店ありますよね。麺や花火とかね、まああの、いろいろ、まあ名古屋の名駅とか栄で行ったらめちゃくちゃあるんですが、まあ、ここはまあ愛知県で各地にあるお店なんで、ぜひね、皆さんね、ここに寄ってみて食べてみると本当におすすめです。なかなかね、僕リピートするお店ってなかなかないんですけど、ここの店はね、本当に週1通ってもいいぐらいっていうか、もうまあね、下手したら毎日通ってたぐらい僕は好きでした。で特にここの中のおすすめメニューが、まあ、つけ麺もうまいで、つけ麺もいろんなやつがあって、魚介つけ麺とか、あとはごま担々つけ麺とかで、あとはね、牛ホルカレーつけ麺っていうのがあって、もうそれがもう斬新すぎて、僕はね、牛ホルカレーつけ麺をね、下手したら毎日食ってましたっていうぐらいおすすめですね。であとは台湾まぜそばでしょ、であとはもう二郎系ラーメンでしょ。うん、なんでも結構ね、バリエーション豊かで、結構味とかにもね、結構飽きたりとかもしないとは思いますんで、ぜひね、皆さんね、地味白二郎レッド、あ、そうだ、これの感想言ってねえわ。でこれの感想なんですけど、もうレンゲ、これ見てください。もうね、赤いのついてますけど、正直ね、めっちゃ辛いわけではないんですよ。食べれる辛さですね。ただ、辛いの苦手な人はちょっと無理かもしれない。もうめっちゃスパイシーすぎて、ちょっとあのね、腸の中とか、もう胃の中とかめっちゃ刺激されますけど、まあ、この辛さはね、病みつきになる人は病みつきになると思います。僕は辛さ好きなんで、僕は病みつきになる方なんですけど、まあ、ただ食べ過ぎ注意だね、これは。もう本当にもうね、禁断症状が出そうなぐらいスパイシーなんで、ぜひね、皆様ね、もし行けるって思ったらね、あの写真映えもするんで、ぜひ写真撮ってから食べてみてください。ということでね、今回は名古屋の藤山55を紹介させていただきました。もしね、この投稿がいいなと思ったら、いいねして保存してみてください。なかなか保存しないと思うけど、もうぜひやってね、みんなお願いします。皆さんにかかってます、このチャンネル。ということで、また次回の動画でね、お会いしましょう。ちゃんと完食したよ。また来週。